大城浩二は沖縄県島尻郡富城村出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。妻はモデルのシェイリ。富城市立長峰小学校の1年時に長峰ベースボールクラブで野球を始めると、富城市立長峰中学校で軟式野球部に所属した。高南高校への進学後は1年秋からベンチ登録。 二年時には遊撃手として同学年で唯一のレギュラーを確保し、甲子園球場での全国大会史上六校目の甲子園春夏連覇達成に貢献した。しかし、三年夏の沖縄県大会では、準決勝で田和田誠三郎を擁する中部商業高校に敗戦。卒業後は立教大学へ進学した。立教大学では入学の直後から、 正義遊劇種に定着。一年時と三年時には、東京六大学野球の周期リーグ戦で、遊劇種部門のベストナインを獲得した。また、二年時には、日米大学野球代表に選出。四年時の春季リーグ戦では、打率が二割前後に低迷したが、リーグ戦、通算百安打を先頭打者本塁打で達成した。在学中のリーグ戦では、通算九十五試合に出場。 打率3075本類打36盗塁を記録した通算の安打数は112安打で立教大学の選手としては歴代で最も多い2015年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから3巡目で指名契約金6000万円年俸1200万円という条件で入団した入団当初の背番号は この年に引退した谷義友がつけていた銃。担当スカウトは大学の先輩、早川大輔だった。2016年、同期入団の鈴木康平、杉本博太郎と共に、春季キャンプを一軍でスタート。前年までの聖遊撃手足立良一が海洋生大長炎で出遅れていたことから、遊撃手の候補の一人として、 新人では唯一キャンプ終盤まで一軍に帯同し、キャンプ最終日の2月28日に行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの練習試合には遊撃手としてスタメンに起用された。しかし、4回表までに守備でミスを連発し、試合中に一軍監督の福良淳一から鈴木との入れ替えと隣接するサブ球場への移動を命じられた。 その後、サブ球場で同時に行われていた2軍の練習試合でスタメンの鈴木に代わって途中から出場した。福良は試合後にミスは仕方ないがその後で執念を出さないといけない。引きずったらこの世界で生きていけない。執念や玉際の強さが出ない限り上げるまでには時間がかかるとコメントした。4月3日の対千葉ロッテマリーンズ戦で8番。 遊撃手として、スタメンで一軍公式戦にデビュー。7回裏の第3打席で一軍初安打を打って出塁すると、一軍初得点を記録し、チームを勝利に導いた。4月中旬に、足立が一軍に復帰してからは、本職の遊撃手に加えて、中堅手や三竜種にも起用。沖縄県内54年振りのパシフィックリーグ。 公式戦であった6月28日の同カードには1番中堅手としてスタメンで出場。3回裏の第2打席でチームの先制点につながる左儀比を放って勝利に貢献し、試合終了後には西祐希と共にヒーローインタビューを受けた。1軍公式戦全体では64試合の出場で打率224を記録した。2017年。 前年に続いて、レギュラーシーズンの開幕を一軍でスタート。当初は、試合途中からの出場が多かったが、6月下旬頃からは、足立に代わって、遊撃手として、スタメンの機会も増えた。7月17日の千葉ロッテマリーンズ戦では、内達也から一軍公式戦初本塁打を打った。一軍公式戦には122試合へ出場。通算打席は400で、 パリーグの規定打席にわずかに届かなかったものの、打率は前年を上回った。2018年、3年連続で開幕一軍入りを果たしたが、あ立ちが遊撃、新人の山足達也が二塁手としてスタメンに起用されたため、自身はサードで開幕を迎えた。開幕にカード目の4月3日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で山足が負傷してからは、二塁手としてスタメンに定着。 4月12日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦ではフランク・ハーマンからプロイル初のサヨナラ安打を打った。一軍公式戦には128試合の出場で前年に続いて規定打席へわずかに届かなかったが打率231ながら4本塁打15盗塁を記録した。2019年 開幕1軍に入ったが、北海道日本ハムファイターズとの開幕カードでは、福田周平が2塁、新人の東宮博志新が3塁、足立が遊撃のスタメンに起用され、前年に続いてのベンチスタートとなった。しかし、足立が極度の不振で、開幕にカード目から2軍へ降格すると、遊撃手としてスタメンに定着。5月に月間打率。 315を記録するなど、前半戦は打撃が好調で、ステフェン・ロメイロの戦線離脱中には3番打者も任された。セパ交流戦の終盤に1軍に復帰した足立を3塁へ追いやるほど好調だったが、8月中旬以降は、腰痛で1軍から遠ざかり、シーズン終了後の11月22日には、左伝部の表皮脳溶接除手術を受けた。 一軍公式戦全体では91試合の出場で3本塁打10盗塁自己最高の打率262を記録。12月11日にはアリゾナダイヤモンドバックスから入団したアダム・ジョーンズが MLB 時代に続いて背番号10を着用することに伴って自身の背番号を9へ変更することが球団から発表された。 2020年7月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、藤平昇進から頭部に死球を受け単価で運ばれ、途中交代し、病院で頭部打撲と診断された。3日後の試合で復帰し、先発出場した。2021年、東京オリンピック開催に伴うペナントレース、集団期間中に行われた8月8日の DNA とのエキシビションマッチで、 6回の守備で1塁のベースカバージに右膝を負傷し途中交代。病院で右膝前十字人体損傷と診断され、8月27日に再検手術を受けた。50メートル走で6秒フラットを計測したほどの瞬足、広い守備範囲、上段から振り下ろす打撃フォームが持ち味。坂本隼人に匹敵するほど遊撃手としての総合力が高いと、 評価されている。野球人生の中で一番悔しかった出来事として前述した新人時代の春季キャンプでの2軍降格を挙げている。オリックスと仮契約を結んだ際には2016年6月28.29日に地元の沖縄セルラースタジアムで予定されている東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍公式戦へ出場することや背番号10の先輩選手 他人の通算安打数と同じ1928安打を打つことを目標に挙げていた。2020年6月13日、同年2月にモデルのシェリと結婚していたことが明かされた。2021年はオリジナル曲での登場。ありがとうございます。